戦艦オーディーンだ。私は鉄血海軍の構想の中でのみ存在していた。運命が私とお前を出会わせたからには、お前を補佐し、お前の目標を実現することを我が使命としよう。私を呼び覚ましたのはお前か？鉄血戦艦オーディン、これよりお前の補佐をこなしてみせよう。よくぞ帰った、指揮官。次の計画はもう立てているのか？妙だな。母校の皆はなぜこうもゆっくりしていられるのだ。シャルンホルスト級、願わくば会ってみたいものだな。計画が現実に追いつかないこともある。指揮官、何事も実行する前に熟考するのだぞ。人間の視野などたかが知れている。すべてを見渡せないからといって人のせいにするんじゃないぞ。ん？計画に変化があったか？続きは軍事法廷でしてもらおうか。任務だ、指揮官。それを放置するなど賢明な選択だと思うまい。任務完了だ、指揮官。次の任務に着手しよう。メールだ。新しい情報か？指揮官、総力戦に休息などないはずだが。委託組が戻ってきたな。よし、すべては計画通りだ。実力あってこそ、計画の不確定要素を減らすことができるのだ。逃げられるうちに逃げおおせるがいい。この勝利、初めから我らの手中にあったのだ。ありえん。私の計画に間違いなど。もはや帰る場所などあるまい。応急法案、実行準備。失望というより、お前のような奴がどうやって指揮官になったかが気になるな。ん？確かに名前や肩書きなどが力を証明するには物足りんな。だが安心せよ。時間が経てばお前の心配など無用だと知れ。死にゆく戦友のことを弔うか？進む足を止めて弔うばかりじゃ、戦争には勝てんよ。仕事も戦闘も、私たちのコンビネーションはどんどん良くなっているな。いかん。このままでは私が指揮官に依存するようになってしまうのではないか？誰かに依存するのは感心できないな。過ぎたる絆は戦争の中で足かせになり、人の判断力を損ね、計画に支障をもたらしてしまう。私は一体何を言ってるんだ。了解した。これからはずっとお前を補佐し続ける。だから、ちょっと待って。これは、言っていたことと違うぞ。嫌なんてとんでもない。ただ心の準備が。とにかく、考える時間を。装甲艦の実力を見せてやる。アズールレーン。今は戦争中だ。余計なことに気を使うんじゃないぞ。いや、これは、私の好みなど、お前に教えたことはないはず。どうしてわかったのだ？